小林正明は、日本の環境官僚。環境事務次官を最後に退官後、環境省顧問を経て、中間貯蔵、環境安全事業代表取締役社長。長野県出身。長野県松本福志高等学校を経て、1978年国家公務員、採用上級試験合格。1979年東京大学法学部。 卒業、環境庁入庁、長官官房秘書課配属。1996年環境庁、長官官房秘書課調査官。1997年環境庁企画調整局、環境影響評価課環境影響審査室長。2000年環境庁企画調整局、環境影響評価課長。2001年環境省総合環境政策局、環境影響評価課長。 2003年環境省総合環境政策局環境保健部企画課長2004年環境省総合環境政策局総務課長2005年環境省大臣官房品書課長2008年環境省大臣官房審議官2010年環境省大臣官房付東西センター派遣2011年環境省大臣官房付 地球環境戦略研究機関にて研究給職。2011年環境省大臣官房審議官。2012年環境省水大気環境局長。2014年環境省総合環境政策局長。2015年地球環境審議官。2016年環境事務次官。2017年大館環境省顧問兼福島中間。 貯蔵推進総括室長。2018年、辻、本郷税理士法人特別顧問。同年中間貯蔵、環境安全事業代表取締役社長。ありがとうございます。